はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日はね、資本主義社会ではまずやってみるっていうテーマでね、ちょっと語ってみたいと思うんですよ。資本主義社会っていうのはね、まずこんなことはどうですかって言って提案してね、でそして、その前に、何かね、いいものを作る。これはものじゃなくてサービスでもそうです。その上で、こんなものがあります。こんなサービスがありますけど、どうですかって問いかけて、で反応を待つ。で、反応が来たらね、どんな小さな反応でも、喜んで受けたまわってみる。それの繰り返してね、だんだん大きくなってる。でその過程の中で大事なことはね、資本主義の社会ではまず自分で作ってみる。で作ってみたら提案してみる。そういう小さな一つ一つをね、まずやることなんですよ。頭の中で考えているだけだったら決して成功できません。決して勝てません。どんなに小さいことでも、どんなにこんなもんでも売れるかなって思うでもいい。自分でまずやってみることなんです。自分で作ってね、提案してみることなんです。そして反応がなければやめればいいんです。反応があったらどんな小さなことでも喜んで受け止めてね、ありがたいと思ってやってみるんです。そしてお金をいただいてみるんです。そうするとやがていろんなことが分かってくるんですよ。どうすればよかったのか、今度はどういうふうに改良すればよかったのか、どういうふうに提案すればよかったのか、どういうふうに売ればよかったのか、いろんなことが経験としてわかります。それを法則化していけば、人を雇って、売っていくってことも可能になる。でもね、どんなにいいことを考えていても、作って提案しなければ、自分から自ら行動しなければ誰も動いてくれません。誰も電話もくれません。誰もメールもくれません。だからこの資本主義の世の中では、実は思ったらまずやってみる人なん、やってみることが大事なんです。まずやってみると何らかの形で人は反応してくれます。そしてその反応を見て、ひょっとしたらがっかりするかもしれない、ひょっとしたら断られるかもしれない。でも断られたら断られたでいい。なんで断られたのかを分析して、次は断られない品物を作ればいいんです。断られないサービスを作ればいいんです。そうするとある人が断らないで喜んでくれたら、他の人も喜んでくれるってことなんです。だから傷つくことを恐れずにやってみる、それがね、この資本主義の中で勝っていくコツなんですよ。とどんなに小さなことでもね、やり続けていくとやがて大きくなることができる。今日はそんな話です。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。